裏世界ラボ。ムカサリエマ。日本の東北地方で未婚で亡くなった男性を一人前にして送り出すために、亡くなった男性の隣に架空の花嫁を描いて奉納するものだ。これは死後の結婚、すなわち冥婚と呼ばれるものの一種であるが、非常に穏やかな部類であり、世界にはさらに衝撃的な冥婚が存在している。台湾を旅行した時に赤い封筒が道端に落ちているのを見かけたことはないだろうか。これは決して拾ってはいけない。中に入っているのは未婚で亡くなった女性の髪や爪と持参金となるお金で、うっかり拾ってしまうと、結婚おめでとう、おめでとう、さあさあすぐに式をと、封筒を見張っていた親族に取り囲まれ、死者の女性と強引に結婚させられてしまう。そしてその後、夫として毎年正月には妻の実家に挨拶に行かねばならなくなるのだ。この風習は現代も続いているが、現代では拾う台湾人はほとんどおらず、赤い封筒が見つかると警察に通報されニュースになることもある。したがって拾うのは主に何も知らない外国人観光客や封筒に入っている持参金目当ての男性である。日本と台湾のこれらの風習は死者と生者を結びつけるものだが、中国の一部地域には死者同士を結婚させる冥婚があり、これらは社会問題にもなっている。ある病院にて、あと100、そっちはいくらだ。うちは50。うちは100だ。今、とある若い女性が息を引き取ろうとしているのだが、その死体を花嫁にするために競売が行われている。この地域では冥婚を死者の魂を慰める目的で行い、これを怠った場合、遺族に不幸が襲いかかるとされているのだが、1979年から続いた一人っ子政策の影響で、農村部では極端に女性が少ない。後継ぎの男子が欲しい農村部において、女児は生まれる前に堕胎されるなど、いわゆる間引き行為が行われてきた結果であるが、それが故に女性の死者が少なく、競争率が上がり、花嫁として迎え入れるために遺族に払う結納金は近年高騰の一途をたどっている。入院していた女性が危篤状態になると、まず仲介料を受け取っている病院スタッフが息子を亡くした親たちに情報を流す。すると女性の息があるうちからたくさんの人間が病院に押しかけ、未婚で死んだ息子、親族のために女性の遺体を手に入れようと、その場で市場さながらの競売を始める。そして女性の家族が値段に納得すると、女性が息を引き取り次第遺体を引き渡す約束をする。あーよかった、これで息子にも嫁が来る。彼は李雨辰。2年前に病気で亡くした息子のために花嫁を迎え入れたところだ。これが花嫁の写真？美人ね。これなら息子も喜ぶわ。式を盛大に挙げてやらないとな。あら、とうとう嫁さんが来るの。そうなのよ。すごく若くて綺麗なお嬢さんでね。家柄も悪くないのよ。おめでとう。羨ましいわ。お宅は立派なお墓を建てられるもの。向こうの親御さんも嬉しいでしょう。冥婚は花嫁側にとってもありがたいことだ。未婚女性は本来家の墓に入ることはできない。未婚のまま死ぬと先祖の怒りを買うと言われており、そのため未婚の娘が亡くなると畑の隅などに埋葬されることになる。しかし死後に花嫁になれば、夫の家に迎え入れられ立派な墓に入ることができる。その上親は結納金まで入手することができるのだ。冥婚はそれを望む両家にとって良いことなのである。それから4日。ねえ、まだ連絡がないの？もし持ち直したら。こっちは大金を払ってるんだ。死んでもらわなきゃ困る。李は結納金として約400万円を支払っていた。花嫁の状態により金額は変わるが、損傷が激しくなりがちな事故死より病死の方が結納金は高値になる傾向がある。この結納金、30年前は75万円程度だったが、近年は女性の少なさから高額になりがちで、数百万円を超えるのが一般的となっている。この辺りの家庭の年収は数十万円程度なので、未婚の男性が死んだ家族は冥婚のために私財を投げ打ち借金をし、生活苦に陥ってしまうことも珍しくない。また年齢や要望、家柄も金額に反映されるが、好条件が揃った花嫁の遺体は滅多にない出物であり、だからこそ花嫁の存命中から病院に押しかけて交渉を始めるのだ。あなた、病院から電話よ。亡くなったって。何？本当か？やった！すぐ結婚式をしましょう。待ちに待った訃報を受けて李夫妻は喜び、息子を墓から掘り起こした。息子の骨の間に米と麦を詰め、布でできたお面をかぶせ、婚礼衣装を着せ、花婿としての準備を整える。そして花嫁の遺体にも婚礼衣装を着せ、盛大な結婚式をし、夫婦として埋葬するのだ。いやー、いい結婚式だった。よかった。本当ね、これでやっと落ち着けるわ。でも今度は泥棒に気をつけないとな。女性の遺体はたとえ骨になっていても高く売れる。
そのため墓を掘り起こしての遺体遺骨の盗難は日常茶飯事で、既婚でも未婚でも若い娘の墓は墓守りがいなければ 100% 盗まれてしまうし、年老いた母親の骨が盗まれたと嘆く遺族もいる。そもそも冥婚を望まない遺族も当然いるのだが、病院に娘が入院した途端に病院スタッフがその情報を売ってしまうので親は気が気ではない。生きていようと死んでいようと娘から一瞬でも目を離すとどこに連れ去られるかわからないのだ。そして遺体がなければ生み出せばいいということで、女性を殺害してその遺体を売る事件も起きている。近年では知的障害者の女性数人を殺して高額で売ったとして犯人が捕まっている。またこの冥婚の定義が近年拡大解釈されており、そのせいで次のような事件も起きた。2013年、妻を失っていたある64歳の男性は35歳年下の知的障害者の女性と結婚した。その数年後、彼は自宅に火を放ちその女性を殺してしまう。その動機は、先に若い妻を殺害しておいて自分の死後彼女と一緒に墓に入るというもので、つまりは冥婚を行うためだったとされている。このようにかつて配偶者が存在した男女でも新たに冥婚用の相手が必要とされつつあるのだ。これからこの冥婚ビジネスは混迷を極めるに違いない。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。